皆さんこんにちは、木下マリアです。今日はユニバーサルジャパンに一人で来ました。初一人 USJ なんかエミリーちゃんとかアールちゃんの動画を見て一人で爆食してるのめっちゃ羨ましいと思ってて、私 USJ の方がディズニーよりもフード好きなんですよ。なので大阪に仕事を兼ねてきたので、そのついでに USJ で爆食撮っていきたいと思います。楽しみ。あとちょっと一人で撮るの恥ずかしい。なんかさ、3年前から自撮り棒の制度廃止されたらしくて、自撮り棒持ってたら入れませんって言われたので完全に手で回してます。めっちゃ恥ずかしい。それでは行ってきます。めっちゃ暑い。でもさ、 USJ といえばさ、絶対にさ、かぶり物じゃない、かぶり物まず買っていきたいと思います。すごい暑い今日。はい、暑すぎてさ、キャップにした、なんかカチューシャにしようかなと思ったんだけど、めっちゃ暑くて、なんかめっちゃ暑い。よし、じゃあ今からまず1食目食べていきたいと思います。チュロスとターキーレッグ1本ずつくださいって言ったら、なんか通常の3倍の、見てこのデカさ、やばくない？なんか通常の3倍のターキーレッグですみたいな感じで言われて、またされて間違えて頼っちゃったんだけど、やばい、これ食べたら終わる気がする。あ、チュロスね、さっき食べてたんだけど動画消えちゃって。うまい、めっちゃうまい、やばい、今までのチュロスの中で一番美味しいかもしれない。なんかさ、なんかこの帽子さ、なんか日焼けにはさめっちゃいいんだけど、動画的に正解かはマジわかんない。うまっ。なんかさ、 USJ 一人爆食ちょっとやばい、恥ずかしいかも、人めっちゃいるし夏休みでって思ったけど、私全然いいかもしれない。めっちゃ楽しい、美味しいし。めっちゃ熱直射日光。うん、うまい。なんかやばい、チュロス食べたらめっちゃ喉乾いてきた。飲み物飲みたい。あとちょっと。今まで食べたチュロスの中で一番美味しい気がする。めっちゃおすすめ。帽子のせいで光の加減が分かんない。ターキーレッグはひたすら持ってます。でもさ、日光やばいから食べないと危ないかも。飲み物ゲットしたら食べようと思います。上手買ったと思ってると思うんだよね、見てた人は。いや、もう食に貪欲にマンゴーにしました。自分の好み最優先した。めっちゃ美味しそう、見て。暑い、日陰探したい。ないかな。ありがとう、まあ、食べていきたいと思います。あと暑すぎて絶対ターキーやられるから、若手がいいターキーもちょっと食べていこうと思います。自撮り棒持ってくれないのマジ辛いんだけど、どうやってこれ食べるんだろう。めっちゃきつくない？漏れるっていう概念を無視したタイヤタオルで食べたいと思います。めっちゃ美味しそう、落ちてないけど。うん、うまい、めっちゃうまい。ね、手と一緒に持って食べてる。今ここにある、見て。
うん、また熱いからめっちゃうまい。うまい。帽子マジ正解すぎるんだけど、これカチューシャだと私日焼けで死んでたわ。うん、もうん、ちゃんと練乳かかっててめっちゃ美味しい。爆食にさ、ビビらん？なんかさ、これ音楽やばいかな？音楽やばそう。ちょっと場所変えよう。今食べれるところ探してるんだけど、人多すぎて全然ない。てかお腹の限界近づいてきた。だいぶやばい。食べなきゃ早く。え、ずっと食べたかった。見てミニオンマン、かわいい。めっちゃかわいい。これ中身さ、カレーだったの。本当は最後ターキーも今から食べるから甘いものにしたかったんだけど、かわいすぎて買っちゃった。買おこうかな。え、多分こう。めっちゃかわいい。いただきます。うーん、え、待って、想像の3倍ぐらいうまい。うまい、これやばい。めっちゃおいしい。汚いね、なんかめっちゃおいしい。てかさ、直前までなんかりょうこちゃん、バチェラーのりょうこちゃんとのんちゃんとあやか先生と女子会してたの、大阪で泊まりでね。で、まあなんかその前にたこ焼き食べてケーキ食べて、でなんかじゃあみんなで帰ろっかみたいな時に、なんかえ、私 USJ でちょっと一人爆食取ってくるわみたいな言ったら、ハート強すぎてめっちゃ言われた。うまい。しかもさ、なんか USJ 入ったらさ、自撮り棒禁止って言われてるからさ、ずっと手持ちなの。めっちゃしんどい。なんかさ、両手使う、例えばなんかスプーン使ったりするやつとか食べれないなと思って、めっちゃ食べられるもの制限されるわ。うますぎこれ。マジやばい。また食べたい。でもそろそろお腹限界来てる。
でもタヌキ食べなきゃいけないから。でさ、なんかさ、みんなにさ、そのさ、みんなにめっちゃレポしてたの。今タ、なんか今ターキー買ったとか、なんかこうチュロス食べてるみたいな。で、なんか一人だって本当は思ってなかったらしくて、え、本当に一人なのってめっちゃ言われた。え、全然一人できてる。やばいんだけど。でもなんか一人焼肉とか一人寿司とかめっちゃ寂しいけど、USJ はもうテーマパークだから意外と一人めっちゃ楽しい。ご飯も美味しいし、めっちゃ喉乾く。やばい、今日気温絶対32、3度あると思う。うん、お昼で乗り物なってる、キャーって言ってる。え、本当はさ乗り物乗らないで旅行かなって思ったんだけど、なんか見てたら乗りたくなってきた。ファーストパス買って乗ろうかな。これめっちゃうまいわ、マジやばい。なんかすごいさ、マイペースに歩けるし、一人 USJ おすすめかもしれない。誰もしないだろうけど。うん、うまい。はい、続いて最後の難関、ヤンキーレッグチキン3倍サイズ。これ正式名称わかんない。え、見て、やばくない、これ。伝わる、このデカさ、やばくない、見て、これ普通に横だから。え、マジでミスったんだけど、普通のターキー食べようと思ったこのサイズになっちゃった。これはマジで食べきれなかった、持って帰ろうかな。いただきます。うまい、味はターキー、おいしい。でもさ、このレベルの漫画の肉とかさ、食べるのさ超憧れじゃなかった？なんか家族連れとかがさめっちゃ食べてて、すっごい微笑ましかったんだけど。うん、見てこの、見てこの肉肉しい感じ、食べ過ぎなんだけど。やばくない？味はめっちゃ美味しい。うん、うん、うん、最高。うまい。乗り物とかでさ、まあ、ジェットコースターとかで手を挙げれる人マジで信じられない。絶対無理。もうも高速お人だし、なんか外の乗り物めっちゃ苦手なんだけど、 USJ はなんか中の乗り物も多いし 3D 系も多いからめっちゃ好きなの。でもさ、普通にジェットコースターもあるわけじゃん。ああいうのは本当に乗れない。ゲレージュラシックパーク一瞬だから。なんか前に来た時、4月ぐらいに来てミニオンがいっぱいで乗れなくって、今日ミニオン乗って帰れたらいいなと思います。うん、なんか食べても食べてもこんな感じなんだけど。やば、だいぶ食べてきた。めっちゃフードファイターみたいになって。やばいんだけど、見て、こっちそんなことないけど、ほら、めっちゃ食べてきた。うん、うまい。なんか意外と食べきれるかもしんない、頑張れば。限界してる、やばい。これ絶対カップルでもきついわ。でもな、何も食べてなかったらいけるかもな。
でしょうか。食べた。これマジきつかったんだけど。ではそんな感じで私の USJ 爆食いかがでしたでしょうか。めっちゃ楽しかった。なんかディズニーでもやりたいかも。 USJ ご飯美味しすぎて最高。じゃあこの後ちょっと乗り物乗って帰りたいなと思います。ではこの辺でバイバーイ。